問題のシーンですか、これが。これが問題のシーンと。なるほど、はい、これには深い深い理由があるんです。実は山原、ちょっと長期の間の休みがあった時に、結構長い休みがあったんですけど、僕の実家に一緒に帰ったんですよ。でそっから、でも僕ん家とかもそれこそ屋久島の人たちなんて、来てくれた人もみんなもうファミリーって感じだから、僕ん家もで、僕にもあれ、お母さんからめちゃくちゃ連絡来て、お父さんお母さんからも来て、レオン見に来たよって、レオンの応援に。たまたま僕の弟も大阪の試合で、でもレオンも見に行きたくて、大悟チケット取ってって言って、レオンを応援しに行ってました。で毎回レオンの写真が送られてきて、試合前にもレオンに連絡してたみたいですよ。レオン頑張ってって。あ、もうそこ直でやり取りする。あ、そう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 、はい。僕からしたら、まあ、嬉しいですよ。僕からしても、まあ、屋久島独特だなって、他の多分家族じゃあんまないのかなと思うし、やるとこはしっかりやらないといけないし、僕はそういう先輩たちを見てきたから、1年目の時とかもそうだし。